ガンバ大阪の福田優也です。僕が選ぶ J リーグ YBC ルヴァンカッププライムステージのマイトップ4は、ゴールキーパーはガンバ大阪の東口選手です。同じチームで後ろにいて安心感だったりセービングだったりビルドアップだったりってところが全てにおいてやっぱ日本で一番すごいキーパーだなと思ってます。めちゃめちゃ優しいです。結構ご飯とか連れて行ったりもしてくれるし、めちゃめちゃ人としても尊敬できる先輩です。ディフェンダーは名古屋グランパスの吉田豊選手です。マッチアップした時に名古屋ってやった時にこの人すごいなと思いました。抜けないし足元もあって駆け引きがうまかったです。今までやった中で一番やりづらかったのが印象的です。当たった時もめっちゃ強いですけど、意外となんかボール持った時繊細というか飛び込みづらい間合いがあった、なんかちょっとその時はやりづらかったです。ミッドフィルダーはサンフレッチェ広島の柏選手です。同じポジションをやらせてもらってるんですけど、点も取れるしアシストもできるし何でもできる選手なので、ちょっとお手本のような選手です。カットインもあるし縦もいけるし、いろんなバリエーションがあってすごいなと思ってます。フォワードは FC 東京の永井選手です。スピードもあってかつ点も取れて収められるっていう、なんか全部揃ってるなと思って、対戦した時も2ゴールぐらいやられて、しかもそれもヘディングとかでどこでも点取れる選手なのですごいなと思いました。チームでタイトル取れるように一丸となって頑張りたいです。